自分今までデビューしてからシングル、タッグ、トライアングルと一度も優勝じゃないです、一度も勝ったことがなくて、それで長浜さんとも何度か戦っていまして、長浜さんが同い年でして1年上の先輩なんですけども、一番長浜さんに次の後楽園で絶対勝ってやるという道場マッチで、5日の道場マッチで言わせていただきました。でシングルでは少し心配でしたので、タッグでこの前の道場マッチでじゃんけんに勝たせていただきまして、ひろよさんと誠さんという強い味方を手に入れたので、ぜひもうさっさと長浜さんからさっさと3カウントを取って勝ちますので、第1試合楽しみにしてください。破壊する女第65回湘南平塚織姫の、松本ひろよです。アイスリボン後楽園ホール参戦嬉しいぞ。マルコとのシングル以来の参戦、マルコが長浜選手にライバル心をメラメラと聞き、私もテンションアップ。ライバルとして名前を出した以上絶対に負けるなよ、私も負けたくない、勝ちたい、笑って年越しだ、長浜軍ぶっ飛ばすぞ。素敵なごちゃごちゃ感のある6人タッグマッチ楽しみです。ただ自分は存在感が薄いと言われがちなので、このバラエティに富んだメンバーの中でそこをどうするか今悩んでいます。おそらく今年最後の試合になると思うので、勝って運気を来年に持ち越したいです。今月の初めの6日のアイスリボンさん、6日じゃない、5日のアイスリボンさんの大会でマルコちゃんとシングル、初シングルをしたんですけど、でその時自分勝ったんですけど、座談会の時にもうどうしても私から3カウント取りたいってずっと言われてて、そしたらもう藤本さんが組んでくださって、そしたら長浜軍対マルコ軍の対戦にしようって、であと今決まってる選手で、私は飯田さんとチェリーさんを取らせていただいて、若干ウェーブみたいなちょっと色んな感じがあるんで、まあ、はい、勝ちたいって言われてますけど、まだ私1年マルコちゃんより長くやらせてもらって、まあ、今年のアイスリボンさんの後楽園皆勤賞で出させてもらってるので、はい、そこは私が勝たせてもらおうかなと思ってます。はい、ワンバンコDDT プロレスのチェリーです。久しぶりのアイスリボン後楽園ホール大会に参戦ということで張り切っています。必殺ヤングキラーパンチ地獄行きスープデックスにもさらに磨きがかかっていますわ、頑張るぞというコメントをいただいております。こういう誠さん、松本ひろよさん、チェリーさんとかも入った豪華な6人タッグを第1試合でっていうのは、アイスリボンさんの大晦日の後楽園ホールだからなのかなと思って、すごい楽しみにしてます。あと私自身はマルコちゃんと初対戦なんですけど、でもやっぱりみんな長浜とマルコちゃんの対決が楽しみにしてるとこなのかなとは思うんですけど、自分がひろよさんとか誠さんからもしかしたら3取るっていうか、そういう気持ちでこの試合に臨みたいと思います。優香選手とは、タッグを2回組んで試合も何度か見たことはありますが、とてもハキハキして気持ちがある選手で、見ていてすごく気持ちがいいです。熱い試合になると思います。女子プロレスの未来は譲りませんと。チェリーさんとは組んだことがしかなくて、シングルマッチをしたことはないのですが、自分はチェリーさんの試合を見てていつもすごいなと思っていて、すごい未来を感じる選手だなと思っていたんですけども、自分も女子プロレスのいずれトップに立とうと思っているので、未来は譲らないので、まず自分が思っている未来の人を倒したいと思うので、自分が未来を取りに行きます。はい、5月4日のアイスリボンの分隊のメインに立つことが決まっているので、それに向けてアイスリボンの未来になれるように、はい、頑張ります。今回この試合をカードを聞いて思うのは、後楽園ホールではちょっと小さいカードだなということをすごく思っています。葛西さんと私はかつてタッグベルトも巻いていたタッグですし、
同じこの後楽園ホール同じ時間帯に埼玉スーパーアリーナでライジンやりますね。はい、そこでこそやられるべきカードだなとすごく思っています。で、私たちこのカードはあけぼの選手対ボクサップ選手よりも絶対面白い結果になると思うので、はい、それを食うつもりでやりたいと思っております。そしてですね、私の活動している、極悪ヒールアイドルブラック DPG としても1曲ライブをさせていただきます。こちらは、まあ、ベストフレンズもリングで歌うということを聞きましたが、こちらはポニーキャニオンというメジャーの世界で活動していますし、場数も違うので横一線にされては困ることですので、違いを見せつけたいと思っております。よろしくお願いします。はい、久しぶりの385ミャンキーズ結成、これが何を意味するか分かるか、それは俺っちにも分からん。とにかく久しぶりに385ミャンキーズが結成されるってことは、プロレス界にキピガイの豪雨が降りまくるのだ。言葉の意味はよく分からんが、とにかくすごい自信があるってことだ。いいか、分かったか、とコメントをいただいております。アイスリボンに参戦するのはとても久しぶりで、数年前松本美和子と波乱万丈モノマネデスマッチで戦って以来です。あれから私のモノマネはさらに進化しました。得意なモノマネはアメリカの歴代大統領と果物です。あの試合での松本美和子のメフィラス星人のモノマネが忘れられません。あの忌まわしい記憶を忘れるためにも、大晦日、メフィラス星人、いや松本美和子を叩き潰したいと思います。松本君、君が誰かは知らんけど興味を持ってくれてありがとう。源太郎さんから誘われてカードもわからないまま OK したけど、松本君はえらく嫌われてるみたいだな。君がチョップやらパッキンボムを食らう姿を見たいという人がたくさんいて、僕は君のことを嫌いなわけではないけども、ただ周りの期待に応えなあかん。だから松本君、遠慮なく行かせてもらうよ。の友人の名前を出したことを後悔しないでね、といただいております。はい、これは全部笠井さんが受けてくれるので大丈夫です。このアイスリボンの大晦日の興行からレフェリーとしてデビューさせていただきます、元女子プロレスラーの白井美代です。よろしくお願いします。はい、そして私のレフェリーデビューする試合はなんと先ほどの、松本美和子から声明がありましたミクスド3上町、なんであれなんですかね。普通レフェリーデビューする人、多分新人同士のシングルとか難しくてもまだ1本目のなんか6人タッグマッチくらいが無難かなと思うんですけども、はい、やはりかなという予想してた通りということで、はい、いきなりカオスな試合なので、そのカオスな試合を乗り切れさえすれば、今後の私のフリーのレフェリーとしての人生がうまいこといくかなと思っております。というわけで、はい、私レフェリーネームというものを考えてきました。白井美代というのはまあ元々レフェリーではなくリングネームとして使ってたものなので、そのリングネームは元女子プロレスラーの人として呼ばれた時、要はニコ生さんでもそうですし、魔界連動会でも元レスラー女子プロレスラーだったっていう風なお呼びで呼ばれた時にはそちらのそのまま名前を使っていこうとは思ってるんですけども、このレフェリーとして活動していく際にはちょっと別の名前を使用しようかなと思いまして、ここで発表させていただきます。はい、私の新しいレフェリーネームがこちら、ダダン、あーれーみっぽー、はい、無難、はい、ザ・無難ということでね、はい、いろいろ悩みました。試合見ろとか、なんかタンク見ろとか、タンク見ようとか、なんか長い見ようとか、なんかこう普通にいろいろ考えたんですけども、ちょっと無難すぎましたかね。無難ですよね。でも無難が一番だと思うんですよ。なんだかんだ今までこの M.I.O で MIO と名を打って興行してきたのでね、この無難なこの MIO というこの綴りを大事にしていきたいかなと思いますんで、まあ、今後レフェリー見よと言われたらその後ろでお客さん全員でタンクって言ってもらう分には全然構わないので、皆様応援よろしくお願いします。今回次期挑戦者決定戦ということで、対戦相手のブリバトさんが女子プロレス界でやっぱりタッグ屋として名が通ってる方々だと思っているんですけれども、自分はやっぱり世良さんと組ませていただいたアジュールレボリューションでアイスリボンにタグヤありアイスリボンにアジュレボありというふうに
あの思われたいっていうふうに思っているので、そのためにはやっぱり結果を残していきたいっていうのと、あと世良さんのタッグパートナーにあるジンクスを打ち破っていきたいというのもありますし、世良さんにとってのベストパートナーになっていきたいというふうに、私はすごくアジュレボに対して思い入れがあるので、この試合は必ず自分が取って、次期挑戦者になりたいと思います。私たちアジュールレボリューションを組むことになりまして、とてもいい順調に進んでいけているタッグだと思いますので、まだ組み始めたばかりではありますが、これからどんどん2人で成長していくにあたって、この試合はとても大事なものになるのではないかと思いますので、ずっと組んでらっしゃるブリガトさんに勝利してこそ、私たちも今後どうなっていくかっていうのが読めるんじゃないかなと思うので、ここはきっちり勝って、そしてリボンタッグ選手権試合に挑みたいと思います。はい、愛と正義のバトルガーデン先っぽと、愛あるアイドル水ぴょんで、私たち歌って戦うアイドルブリマトです。よろしくお願いします。せーの、ハートが見えた、ありがとうございます。はい、私たちブリバトなんですけど、12月31日の2日前、12月の29日がなんとデビュー3周年なんですね。で、3周年で多分一発目の試合になるんです、この31日が、うん、で、ここで負けてるわけにはいかないぞと、3年目一発目だし、タッグのベルト欲しいし欲しいし欲しいし、ここで負けてるわけにはいかないんで、精一杯頑張ってハート見せたいと思います。お願いします。はい、ですね、今回の試合はベルトの挑戦をかけた試合なので、ブリバト、これ今までもそうですし、これからもタッグとしてやっていくには、まだここで負けてるわけにはいかないんです。なので、まずは千田さん、ゆきひさんを倒したいと思います。うまい。私に言った猫は、12月31日の後楽園ホール大会をもちまして引退をさせていただきます。4年9ヶ月のレスラー人生となりました。早かったような、でも一個一個思い出してみればすごく長かったような感じがしております。レスラーに言った猫は大晦日で終わりになりますが、アイスリボンという団体は当然その後も続いていきます。なので、私は最後の引退試合は自分の思い出作りというよりは、その後のアイスリボンに一かけらでも何かを残せるような試合をしたいと思っています。カード自体はまだちょっと最後考え中なので、すいません、今日まだ発表ができないんですけれども、レスラーとして最後の最後まで挑戦ということをやっていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。つくしちゃんとは2年前の高校入学してすぐに対戦させていただきました。すごい高校生だなという印象しかありません。今回はもうすぐ高校卒業ということで、またご指名いただきありがとうございます。成長を確かめたいものもありますが、自分自身も今年最後の試合を楽しみたいと思っています。高校生最後の後楽園ホール大会で彩子さんを対戦相手に選ばせていただきました。今回の目的は成長を確かめてもらうための目的ではありません。自分は濱田彩子から勝利を狙います。この試合に対してどう濱田彩子に勝てるかを考えています。プロレスを就職にするためにも、今後の私の考え方、試合を見てほしいです。よろしくお願いしますと来ております。プロレスリングウェーブの水田美郎です。今回、チャンピオンの方から役指名ということで、タッグのタイトルマッチをやることになりました。まあ、自分たちはまだね、組んでそんな長くはないです。で、まあ、でもこれからの、自分たちのタッグとしての、なんていうんですか、キャリアですか、それの一部として今回タッグのタイトルマッチを取って、2015年を締めくくり、2016年はハッピーニューイヤーを迎えたいと思います。この4人で熱く熱く燃えたぎるような
そんなタッグのタイトルマッチにしたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回王者チームから逆指名をいただいたということで、まあ私たちはウェーブで組むといって最近組んではいたんですけども、水波がシングルのトーナメントの方で勝ち残ってしまって、2人でタッグを組む機会がなかなかなかったので、今回はすごいいい機会をいただいたと思っております。で、今回そのままベルトもいただいてしまって、自分たちのアビットリバルっていうタッグを広めるいい機会にしたいと思ってます。藤本司とタッグを組んでベストフレンズとして初めて取ったこのベルトをかけて戦うっていうのはすごく楽しみでもありますし、まあ、いい形で2015年締めくくれたらいいなと思っています。自分が JWP のエース、藤本司はアイスリボンのエースということで、エースタッグであることをこの試合で見せられたらいいなと思います。違いを見せたいと思います。違いって何？やっぱり私の中でエースとして団体を引っ張ってきたっていうのはあって、大畑美咲エースか水波エースかって言ったらあんまりそういうイメージがないかなと、まあ、もちろん応援してる人はねエースだよって思ってるかもしれないけど、そういうイメージがあんまりないので、そういう部分で違いが見せられたらいいのかな。それはエースと凡人との違いってこと？凡人っていうのもまた違うと思いますけど、どうなんですかね。やっぱりエースっていうのはやっぱ違うと思う。そういう部分がわからないっていうのがやっぱりエースと呼ばれないことの理由なのかなと思います。でも違いってさ、自分で違いますっていうことじゃないと思うんだよね。いやもう明らかにこう違いますよね、差は。この女子プロレス界の中でじゃあどっちが今中心に近くにいるかって言ったらやっぱり私たちだと思っているので。中心ってどこ？中心ってどこ、何ですかね。あんまり突っ込まれると分かんないんですけど、まあでもそれは感覚的な問題なので、それを言葉で説明するっていうことが無意味だと思いますし。じゃあ最初から違いをとか言わなければいいじゃん。それは試合をしてさ、なんかすごい突っかかってくる感じが、なんか周りの人が見て言うことだと、やっぱまあそれが分かると思います。でそれを試合で見せれないから言葉で言ってるのかなって私は感じました、まあ、何を言っても突っかかってくると思うので、まあ、リング上で戦えたらいいなと思います。大畑選手には2年前のウェーブのリーグ戦トーナメントで負けて以来なので、まあ、新しい気持ちで、はい、戦いたいと思います。今この2人のコメントを聞いて非常にピンチだなと思いました。はい、ここの線が多分今のコメントで強くなったと思うんですよ。なので自分の団体なのに主役の座を奪われかねないなというピンチを今抱いているのですが、でも逆に面白いと思うのでより試合が楽しみになりました。もう一つ、大晦日の後楽園で私はここの試合何本のベルトが集まるのかな、リング上に集まるのかなっていうのも私の中ではすごく楽しみで、年末までに私全部勝てば5本のベルト腰に巻けるんですよ。アリは2本か、3本だ、 J2 カウントとリボンタッグ3本でしょ、で2人もウェーブタッグ挑戦しますよね、1本1本、だから全部で10本のベルトがここに集まるかもしれないんですね。すごい、31日そう、31日の大晦日に、なのでそこも注目していただければなと思います。皆さん、はーい、アイスリボンセクシー担当星ハムコです。11.23 横浜大会で木月さんのタッグパートナーだったんですけれども、私はそのタッグパートナーを裏切り自ら勝利を奪い取って挑戦表明しました。私は木月さんが嫌いだから、恨んでるから、攻撃を加えたわけではありません。そうでもしないと、私に振り向いてもらえないからと思ったからなんですよ。私も今まで前に前に行こうと思ってたんですけども、やっぱりチャンスっていうのを伺っていて、モチとのラブリーブッチャーズのタッグでも今まで頑張ってきましたし、でもやっぱりシングルのベルトを
狙ってもいいかなっていう自分の気持ちが高まって、はい、今回挑戦表明しました。後楽園大晦日、私はシングル初メインイベントに立ちます。でも緊張しないとか言ったら嘘になるんですけれども、私は勝つことしか考えずにありのままの星ハムコでリングの上に立ちたいと思います。はい、空の色は青い、海の色は青い、私は木月葵、 IC クロスインフィニティチャンピオンの木月葵です。皆さんこんばんは。そうですね、ハムコが、今の発言を聞いてもうやっとやっと来たかっていうのが自分の心の中にはあります。自分、まあ、休んでたりっていう時期もありますけれども、アイスリボンにいるのはこの2人が一番長いのでね、はい、今年最後のアイスリボンでの試合をこの2人で締めくくられるということに対して、プラスこれが、ベルトがかかっている試合ということに対して私はすごくもう燃えているので、はい、これはもう勝ってハッピーに防衛してハッピーに年を越せたらなって思ってます。だいたいね、ハムコのお腹にね、あのベルトは負けないんだよ。大丈夫、伸ばすか伸ばさない、そういう問題じゃないですからね、はい、だいたい負けないですからね、あのベルトは、はい、大丈夫。はい、年末まで盛りだくさんのアイスリボンとなっております。12月31日猫さんの引退を満員にしてアイスリボン来年まで突っ走るぞ、はい、頑張るぞ、頑張るぞ、皆さん来てください、はい、来年ハッピー。